皆さん、ちょっと、なんていうんですかね、今からここのブッシュ、木のところの、やっていこうかと思ってるんですけれども、一つ一つこう、なんて言ったらいいんですかね、葉っぱを描いていく方法もあるんですけれども、ちょっとそれでは、この YouTube、ちょっと時間かかりすぎてしまうし、大変なので、皆さん、こういったブラシはお持ちでないでしょうか。ちょっとね、かなり硬い毛先というか、おそらくこれはプラス河川だと思うんですけれども、人工の毛だと思われるんですけれども、この食器たわしとか食器洗い洗剤のたわしとか、そういったものでも可能なんですが、かなり小さいので、それをちょっと小さく切っていただくとか、もしできればそういったもので表現していただきたいんですけれども、私はたまたまこういうガシガシ、これ日本で買いましたね、昔に持ってきてるんですけれども、こういうガシガシのブラシがあるんですよ、先っちょが。これを使ってちょっと表現をしていこうかと思います。もしない人はない人で、そうですね、細いブラシで、てん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 と、ちょっと大変な苦労労苦はいりますが、できなくはないので、ちょっとやってみてください。それでは、いきます。残りの、黄緑、昨日使った、このエメラルドグリーン使ったオリーブ油と、ちょっとイエローを足して、使います。ちょっと黄色みがかった、青というより黄色みがかってますね。少し暗いので、暗い色から順番にやっていきます。はい、それではちょっとやっていきます。ちょっとここで黒い境見えてしまいますので、また重ねます、後で。だいぶ見えなくなりましたね。裏が白いのでちょっと見えやすいですね。よいしょ。こう、なんて言うんですかね、枝がブロッコリーとか見ていたら分かるんですけれども、この中の方まで見える時あるんですね。そこだけ少し黒いというか暗い、部分が残るので、そういうのを意識して描いてみてください。だんだん明るくしていきます。今の間段階では暗い絵の具から、暗いグリーンからやっていきます。
それではもう一段階明るい色を入れようかと思うんですけど、ちょっと試しに細い方のピンで、入れていってみます。ここはかなり時間が取られると思うので、また、倍速にして、で ご覧になっている皆さんもちょっとやってみて、ゆっくりやってみていいかなと思います。今撮ってますね。はい、それでは、こんな物資を書き込んでいって、こんな感じになりました。物資を書き込んでいるところを私てっきり撮ってるものと思ったんですけど、撮れてなかったみたいなんで、こういったパンダラスの、だんだん明るくしていって、この細かい筆で点々点々点々とちょっと葉っぱを意識する形に、乗せていって、だんだん色を薄くしていったり、でこのパンダラスの葉は少し同じ薄い青でも、あれですね、ちょっと青っぽい、グリーンでもちょっと青っぽいグリーンで、こっちはちょっと黄色っぽいグリーン
かな、オリーブっぽいグリーンであれば、こっちはちょっと青色っぽいちょっとグリーンだったので、ちょっと青を混ぜて、そうするとこうやって同じグリーンでも見分けがつくので、こういった形でパンダナスの木々ですね、もうちょっと表現たまにしてもらえるとオーストラリア感が増すと思います。ここなんですけど、こう描き込んでいった時に、ここに少し、リファレンスフォトでグリーンが見えますよね。丘になってるなと思われるんですけれども、そこはもう適当にもう自分で高さも好き勝手にして、でこんな感じで裏後ろを描いて、その上から黒いやぶというか木々ですね、ちょっと枯れ木みたいなものがたくさんこう絡まってる状況をちょっと表現してみました。まあ大体でいいんで、こんな風に表現しなくてもいいです。でもそうですね、こういう風に細かい表現一つ一つしていくのもまた楽しいのでやってみてください。このリファレンスフォトの後ろにある四角形のこれは何ですかね。多分誰かがゴザ敷いてるかなんかですね。これはもう私はカットしました。それからまだここのパンダナスの木とかをやっていこうかと思います。少し明るいグリーンで、もうちょっとしよう。先ほど使ったグリーンとかで、海を描いた時にそういったものを残ってるんでしたら、そういったものを使っていただいてもいいかと思います。ですね、はい、これで、やぶの部分ほとんど、ここをまたちょっと光の部分とか見えてるので、後で細かい微調整の時にやっていこうかなと思います。はい、ここなんかもね、細い線なので、もう細い線描けない人は逆に描かない方がいいかもしれないですね。出る人は表現トライしてみてください。また描いて失敗して太くなったと思っても、急いで濡らして、筆ブラシで濡らして少しこすって、で拭けば地盤が乾いている場合はちゃんと取れますので、やってみてください。そしたら次は。